皆さんこんばんは。週末いかがお過ごしでしょうか。どうも、愛知です。今週はね、好きが好きっていうテーマで話していくと思うんですけれども、そのメインテーマを話す前に最近あった私の悔しい話を一つ聞いてやってもらっていいですか。これもダラダラジオって言って、ラジオってね、銘打ってやってますけど、私昔からこうラジオを聞くのが結構好きで、というのも母親がね、ラジオが好きな人だったので、まあ、その影響もあってラジオが好きなんですよ。だからいつかこうラジオの、まあ、番組を持つというかね、パーソナリティとしてやってみたいなっていう夢があって、ありがたいことにね、ラジオのこうゲストに呼んでいただくのは結構もう今やらせてもらってるんですけど、自分がメインで喋っていくっていう方やりたいなって思ってるんです。で、その実は大きなチャンスがあったんです、この前。そう、もちろんね、ちょっと結果的に今もうこんなこと言ってるから分かると思うんですけど、ダメになっちゃったんですよ。そう、パーソナリティのお話をいただいたんですけど、ちょっと話がまとまらなくって、そうダメになっちゃったんですが、でもね、すごく大きなとこだったの。でも正直言うと、あまりにも大きなとこから来たから、ちょっと不安も大きくなっちゃって、で多分ね、そのね、不安な自分、中途半端な気持ちだったから、こう運を引き寄せられなかったんだろうなって本気で思ってんだけど、それはやっぱりこうステップアップじゃないけどさ、段階踏んで上に上がっていかなきゃなって思って、まあそれお話しいただかないとね、そもそもスタートも切れないんですけど、まあでも悔しかったんですよ。結構もうまとまりそうな感じでお仕事をいただいてたんですけど、ひっくり返っちゃってね。ですごい思い出した、昔ね、今までも本何冊か書かせてもらったんだけど、最初の頃にあるね、ちょっと伏せるけど、ある会社から、もう大手のね、出版社さんから本の話いただいたんですよ。で、ウキウキで、もう多分一冊も出したことなかった時か。で、お話いただいて、あっ!って、やりますみたいな、なったんだけど、で、この話し合いもしてまとまったんだけど、その上司の方、通さなきゃいけないから、企画書をね。そこでね、もう鶴の一声で全部ひっくり返っちゃって、そう白紙に戻ったことがあってさ、その時もね、すっごい悔しかったんですよ。そう、まあ悔しかったっつってもね、言っても自分の実力不足なわけだし、まあ、自分が招いてると言ったらそこまでなんですけど、まあ期待値が高かった分ね、悔しくて。でも、自分、まあなんでこんなことに今喋ってるかっていうと、悔しさをバネにできる自信があるんです。そう、そこはね、割と、なんだろう、今までの自分、過去の自分の実績からしてもできると思っているので、だから最初はね、へこたれるんですよ。もうめっちゃへこむし、あーもう無理やだってなるんだけど、そう、でもじゃあこの悔しさをどう生かすかっていう、それは自分で選べばいいじゃん。そのままへこみ続けるのも一つの手だけど、それじゃあ人生面白くないから、だからじゃあこの経験、まあ何がね、あかんかったのかっていうところも分析も含めてだけど、次につなげていこうぜっていう風にしてますっていう話。いつか実現します、実現してみせますんで、普段ねこうダラダラジオを聞いてくださってる方はきっと応援してくださる方が多いかなと思ったので、今回ね話させていただきました。叶えた時にはぜひ聞いてやってください。そしてその時はとお便りとかもよろしくお願いします。では今回のねメインテーマ話していきましょう。今回は好きが好きというテーマにしてあると思うんですが、これは他の方の好きを見るのが好きっていう、それをギュッて詰めた感じなんですけど、皆さんも何か好きなもの、それがまあ趣味のものもあるだろうし、普通に例えば芸能人の方とか YouTuber の方とか、あとはアイドルの方とかね、いると思う、推しがあると思うんですけど、それがあと、まあ推しでもそうだし、学問とかその分野もそうだね、こういう分野がすごい興味があって好きなんですみたいな、そういう人が好きなものを話してる時、すごい人間ってキラキラするじゃないですか。やっぱそれをね見てるのがいいなって思った経験がこうちょっとこの 1,2 週間すごく多くて、そうだからやっぱりまあ人の好きを見るのが嫌いっていう人あんまいないと思うんだけど、でも改めて自分の中にある他人の好きっていう部分にこう影響を受ける自分がいるのをね再確認できたんですよね。でちょっと話がそれますけど、自分のことを自分の説明書って言った方がいいのかな、そう自分の説明書がやっぱり分かっているとですね、人生は生きやすくなると思っています。実は今週もね、高校で私講演会があるんですけど、今メインで使ってる講演会のスライドにも入ってるんだけどね、自分の説明書を持とうっていう話をするのよ。 それは学生の
みんなにはねまだポカンってしちゃったりハテナになっちゃうところがあると思うんだけど、でも自分の取扱説明書ってやっぱり自分が一番知っておくべきだし、知るチャンスがあるはずなの。でもどうしても思い込みだったり、特にネガティブな思い込み、自分なんてどうせみたいな、そうが強くなってくると、ちゃんと自分のことと向き合えなくなっちゃうんだよね。先入観とか思い込みが先に来るから考えることを放棄しちゃうのよ。そうなっちゃうから、そうじゃなくていろんな経験をもとに、自分はこういう時にはこう思うんだとか、こういうことがあったらこうすると自分って機嫌が取れるんだとか切り替えられるんだとかね、そうさっきの話で言うとさ、ラジオでその話がねいけると思ったらまとまらなくてダメになっちゃって、だからもう本当天国から地獄よ、ちょっと極端に言うとね、になっちゃって、でへこむと、で下手すると凹んでる自分にさらに凹むっていう負のスパイラルにはまることもあるんだけど、でも俺ってそういう時凹むもんねってまず思うこと、そしてでもその凹んだ後にどうしてどうやって活かせるのって、どう考えていたらプラスに持ってきるのってできるじゃんって思えたらさ、次の一歩、それが俺の取扱説明書だから。なのでいろんなこうみんながね、いろんな人と出会ったり、いろんな分野と出会ったり、まあ、いろんなことがあると思うんだけど、その出会いとか、そう、それ自体をどういうふうに自分に還元するのか、そしてその出会いの時にいろんな感情になると思うの。もしかしたらこう妬みやっかみをね持っちゃう時もあるかもしれない、ね、人に嫉妬しちゃうこともあるかもしれない、俺もたくさんあるもん。そう、でもその嫉妬を抱いてる自分に対してどういうふうに考えるとプラスに持っていける、そう次の自分のエネルギーに持っていけるのかっていうのは、やっぱり考える癖というか、そういうのを持っておくといい。でもそれってすぐには見つかんないのよ。そうね、明日1日24時間考えまくったら説明書完成しますってなわけあるかいっていう、そんな人生簡単じゃないわ、イージーじゃないもん、ね、人生は。だから毎日起こったこととか、毎日の出会いの中で意味付けをして、少しずつ少しずつステップアップしていく、と自分の説明書が徐々に完成していくので、なんかそういった考えていいよねって、でそれを思ったきっかけが俺の中で、ああ人の好きっていうのをに触れるのがやっぱりすごく好きなんだなって思ったのよ。なんかいいなっていいなって思う。特にすごい熱量を持ってる方に会うとさ、俺多分そこまでの熱量のものってあんまりないんだよね。強いて言えばやっぱ子供が好きとか教育が好きっていうのはあるから、それはあるけど、でもなんかそこの俺が出会った人ね、その人の熱量にはかなわないなって、いいなって思うわけ。そうでもいいなって思ってそこで自分がへこむのか、切り替えてで違う目線を持つのかっていうのは自分で選べるからさ、そういったところも大事なのかなと思ったっていうのを今回はシェアさせていただきました。はい、というあそうそうだそうだ、一個お知らせというか、お伝えしておきたいことがあって、毎週月曜日に動画投稿してるんですよ。顔出しでね、いろいろ喋ってる動画投稿するんですが、明日珍しくね、明日の分はもう作ってあってというか、事前に撮ったものです。で明日のやつはですね、きっと概要欄にも書くと思うんですけども、ある地方のテレビ局の方からお願いされて、いじめに悩んでる子たちへのメッセージをテレビで流したいので撮ってくれませんかと言って撮ったものです。それを今日日曜日に多分放送されてるはず、本当その地域だけなので皆さんの目に触れることはないと思うんですけども、それを同じものを明日月曜日に投稿します。久しぶりにいじめに関するというか、がっつり自分が思ってることを結構長尺10分ちょっとだったかな話してる動画になりますので、もしよかったらそちらぜひ見ていただけたら嬉しいです。いろんな意見が出てくるかもしれないなとは思ってはいるんですけど、自分がいじめに悩んでる子たちに伝えたいことをもうギュッと詰め込んで編集ゼロで喋り抜いたものなので、よかったら聞いてやってください。はい、ということで改めてになりますが、今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではでは、今週1週間が皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。